ストレイキッズフィリックス、香港で、ルイ・ヴィトン、2024プレフォールファッションショーに登場。韓国の人気ボーイズグループ、ストレイキッズ、ストレイキッズのメンバー、フィリックスさんが、香港の、アベニュー・オブ・スターズで開催された、ルイ・ヴィトンの2024プレフォール、メンズファッションショーに出席し、同グランドのアンバサダーとして、新作コレクションを披露しました。彼のクールなスタイルや他の有名人の登場により、 ショーは注目を集めました。フィリックスのスタイル、フィリックスさんはこの日、黒のレザージャケットにレザーパンツを合わせ、全身を引き締めたオールブラックのコーディネートで登場しました。ゴールドのネックレス、レザーブレスレット、そして存在感のあるリングでアクセントを加え、彼のクールで洗練された雰囲気が際立っていました。これらのアイテムは、彼がアンバサダーを務める、ルイ・ヴィトンの新作コレクションに属していたと考えられます。 ショーの特徴、このファッションショーは、ルイ・ヴィトンにとって初めてのメンズのプレフォールファッションショーであり、香港での開催も初めての試みでした。メンズクリエイティブディレクターのアレル・ウィリアムスさんが手掛けるショーは、昨年に続き2回目の開催となりました。昨年の2024春夏メンズコレクション、ファッションショーはパリで開催され、その成功が香港でのショー開催の背後にある要因の一つと考えられています。 ゲストの登場、フィリップスさんだけでなく、この日のショーには他にも多くの有名人が登場しました。例えば、日本のナンバーアイ、ナンバーアイから平野紫耀さん、韓国の俳優ソン・ジュンニさん、フランスの俳優タハール・ラヒムさんなどが、同ブランドの最新アイテムをまとまって華やかに会場に姿を現しました。これにより、 ショーは国境を越えた多様なファッションの愛好者たちにとっても注目すべきイベントとなりました。ブランドの展望、ルイ・ヴィトンはこれまでにも高級感と革新性を兼ね備えたコレクションで知られ、その評判は今回のショーによっても一層高まりそうです。メンズのファッションショーの成功は、ブランドがますます多様な市場に進出し、男性向けのファッションにおいても圧倒的な存在感を示していることを示唆しています。今後、 同ブランドが提案するトレンドやスタイルが一層注目されることでしょう。ルイ・ヴィトンの2024プレフォールメンズファッションショーはフィリックスさんをはじめとする豪華なゲスト陣の登場により大成功のうちに終了しました。特に香港での初開催という点がファッション業界において新たな一歩を刻んだ瞬間であると言えるでしょう。このショーが示すように ルイ・ヴィトンは革新と洗練を兼ね備えたメンズのファッションにおいてもトップクラスの存在感を示し、今後ますます注目を集めることでしょう。